孤児院は、親や世話してくれる近親者のない子供、孤児を収容し、擁護するための施設である。日本においては、かつては1929年4月2日、交付、1932年1月1日施行の救護法第6条に、本法におて救護施設と、称する派用老院、孤児院それの他の本法に、いる救護を、目的とする施設を、ことふと、 法令で定められた用語であったが、救護法は1946年10月1日に執行し、同様の施設については1948年1月1日施行の児童福祉法によって、用語施設、1998年4月1日施行の同法改正によって児童用語施設と解消されている。したがって、2016年現在においては、 日本国内における孤児を保護する施設について表す場合には1947年以前について表記する場合に用いるか、慣用的に用いられる用語である。諸外国における孤児を保護する施設については2016年現在においても慣用的に訳語として用いられる。日本においては、奈良時代に83人の孤児を収容養育した、わ広虫や順楽工房などをはじめ、 京都の秘伝院や加賀の避妊小屋など昔から寺社などに身寄りのない児童が引き取られていた。明確に孤児を保護する施設として設立された最初期のものとしては、19世紀半ばに千葉の大高全米が孤児を養育することを記した看板を自宅の門に掲げ、乳母を雇って30人以上を育てた例のほか、1864年に小野田三郎が金沢で始めた。 おの救済所1869年に、松方正義によって、北県に設立された北養育館、または、1887年に、石井十字により設立された岡山孤児院が挙げられる。1872年に生活困窮者の救済を、目的に設立された東京市養育院に子供も,も、含まれていたことから、1886年からは、親のない児童の救護も、 同様育員で行うようになった。また、1890年に発生した経済強行から1893年頃までの間の不景気の間にも、資本主義社会の急速な発達と社会福祉制度の不備から貧困住民が増大し、孤児や捨て子が大量に発生し、これらを救済する民間の孤児院が設立された。その多くは、キリスト教系団体によるものであった。 第二次世界大戦後の一時期には戦争で両親を亡くした戦災孤児、日本人を母にアメリカ軍兵士を中心とした父との間に生まれ、両親から見捨てられた根欠孤児が多く発生した。戦災孤児らの保護活動で最も知られた施設として、沢田美希により設立されたエリザベス・サンダースホームが挙げられる。1948年以降の孤児を保護する施設に、 ついては、児童養護施設を参照のこと。アメリカ合衆国における最初の孤児院は、1740年にジョージ・ホイット・フィールドにより設立されたベセスダ孤児院である。その他に、著名な孤児院としては、ネブラスカ州オマハのフラナガン神父の少年の町がある。近年では、孤児院という言葉にある差別的な語感から、英語表現としては、 グループホームが用いられることが多くなってきた。ただし、この表現は障害者の社会的自立のための共同住居、高齢者の共同生活住居などにも使われる。日本語では、両と訳されることもあるが、カタカナ表記でも使われる。イギリスにおける著名な個人院としては1870年にトーマス・ジョン・バーナードによって設立されたバーナードホームがある。リバプール近郊には、 ジョン・レノンがその近くで幼少時を過ごしたとされるストロベリーフィールズがあった。第二次世界大戦の後、両親を失った子供たちを収容したイタリアの孤児院で、子供たちの成長や発達の遅れ、離病率、死亡率が高く、稀には社会適応の不良行為少年なども見られた。そのため、世界保健機関がジョン・ボールビーラに調査研究をさせた結果、子もたちの こうした現象が最も親密な人間との離別や、それに伴う保護が十分でない施設での生活によるものではないかとして、母性的養育の剥奪という用事、児童の教育、ケアについての問題提起が盛んに語られるようになった。インドで孤児を支援する団体で、日本人が関わっているものとしては、コルカタに、個人を運営するドンボスコ希望の家、ビシャーカパトナムに、 孤児院を運営するエルエンジェル国際ボランティア協会、そしてプネーに孤児院を運営する母性的養育の剥奪への配慮を特色とするアシュレアイニシアティブ・法チルドレンなどが挙げられる。開発途上国、後発開発途上国における児童福祉制度の整備の遅れから、孤児の保護をする施設が不足、または存在しないという問題が発生している。これらの問題解決のため、 日本からもボランティア団体、NPO による支援が行われている。ありがとうございます。